ブローバーですね。それで2人は町内の草野球の仲間、同じ草野球かどうかもわからないんでしょうね。これは草野球の後銭湯へ来て風呂上がりにということです。あ、もう言うてもね、映画俳優ですよ。今日はこの方はですね、もう僕が何かやるかたんびに出てきてもらうんですけどね、もう長い付き合いです、ね。出ましたね。いやいや、前に言ってたでしょ、僕がこれ。あ、これ。お頼みしてたやつですよ。あ、これ。ね、これですよ。いや、ね、うちは野球のチームでしょ。野球のチームですけど。うちはブラックサワーズって名前する。ブラックサワーズ。ブラックサワーズ。あ、黒サワー。そうそうそう。あ、ほんなら僕はあれでしょ。つるったーず。いや、なんでつるったーず。いやいや、違う違う。僕はほんなら変えますわ。つるの瓶ですから。鶴は英語でなんて言うんでしょうね、知らない、瓶はボトル、鶴ボトル、鶴ボトル、鶴ボトルね、鶴ボトル、鶴ボトル。この番組はワンシチュエーションドラマをお送りしてまいりますが、そのドラマには台本がございません。出演者2人がぶっつけ本番で勝手に進行してまいりますので、時折辻褄の合わない流れ、気持ちの悪い間、そして互いの腹の探り合いなどが見え隠れする恐れがございます。あらかじめご了承の上、その部分も合わせてお楽しみくださいませ。いや、やっと実現しましたよ。そうですか、こういうのはそのなんていうかないわけでしょ。まあ後で聞きますけども、はい、俳優さんの場合、まあ台本でここを吹いて自分でっていうのもあるわけですか。僕は大体リハーサルが嫌いだからできればもうぶつけ本番でやりたい、こういう題名でっていうふうに本当にやりたいんですよ。だから舞台はダメでしょうね、稽古稽古っていうのは。なんか新鮮さがなくて嫌だね。ここじゃもう、映画の人ってこんな苦手そうに思いますけど、それは別に好きなんですね。その人の才能によるでしょうね。とうとう言いやがったね。とうとう才能を出してきました。僕はね、黒沢さんが好きやと思ったのはね、もう私生活でずっと喋った時、一つだけおもろいことがありましてね、黒沢さんこんな男前じゃないですかね。でまた今はショーン・コネリーのようにかっこよくなってきはった、また違う意味でね。でそういう時に黒沢さん好きなタイプ の女性は誰ですかと聞いた時に、その答えを聞いてこの人は抱きしめたいと思ったのは藤本時子って。藤本喜一の嫁はなんでそんな人出してこなあかんの。ちょっと恥ずかしがってる。リアルでしたね。あ、ほんまですか。はい、まあ、俺はつる、いや、その時に考えるわ、まだチーム名。名前は僕はほんじゃ、木田にしますわ、木田。ね、名前、木田。いや、そっちは黒沢で行きますか。あ、そうですか。いやいや、別に黒沢で行かんでもいいですよ。どっからだよな。木田さん、タオルないか。何、裸なんの。いや、風呂場がこっちらしいですよ、僕は。いや、脱がなくていいよ。いや、脱がないでいきます。黒沢さんの衣装なの。ああ、黒沢さんはもうそれや、今出たとこや、風呂場ね。よいしょ。いや、いいって、ちょっとそれはやっぱいるじゃないですか、風呂からパンツ履いて出てくる。ごめんなさい。10秒前からいきます。10秒前、8、7、6、5秒前、4、3、2。せやけどもう、俺が4回から投げさせてくれたらよかったのにな。あっかやが負けたやん、いつも言うてんねやな、よっさんに。でもね、やっぱりうちのブラックサーズもよく検討したと思いますよ。7対6で負けたんだっけ、うちがね。ああ。つるったあと強いね。そう。まあでも、あんなもん、途中から打たれ出したからね。でも鶴ちゃんがランニングホームを打った時は笑ったね。
えあれみんなもうあんなの守備が悪いからですよな。三塁まで走れないんだもんね。はあはあ言うてね。そしたら、うん、あの中継が間違えて球がコロコロいってる時にほらコーチャーが回れ回れって言うから走れなくて転がってホームまで行ったじゃない、うん、いやせやけどなもうやっぱあんだけ足がもつれるとは思ってなかった、うん、若い頃はね走れたんだけどね。打ち方聞いてね、うん、だから向こうから来る球をねこういっぺんいっぺんこう用意しといて引いてからこうせえって引いてからこうせえって、ね、あそれ間違えてるんですよ。えいや引いてからこうせえって、ね、いやいや操作のこの間の見てなかったテレビ。えどうしたの。操作の打ち方はですね、うんうん、要するに右足を軸にゴルフと同じですよ、うんうんうん、待てるだけ待ってて、うん、待てるだけ待ってて右足を軸にここでカーッと打てっていうのがあのアメリカ式らしいんですよ。いやタイミングとしては前へ行ってこうやった方がテニスのようにせえとか言ってコーチが言うたから。いやテニスもそれじゃダメですよ。いやテニスはダメなの。テニスもやっぱり待ってて横でポーンと打つんですよ。えさあさんテニスやったん。テニスやってたの。僕テニスはまあまあですよ。あそう伊達公子さんとも打ったことあるし。ええちょっと待ってな。いや待って、いや本当です。僕テニスはあれですよ芸能界でもやっぱり。芸能界、芸能界っていうか前のうちの兄貴がね、あの芸能界、芸能界行きたいね。芸能界、いやテニスもやってたの。ちょっと待って寒くなってきた。もっぺん入るわ。ちょっと今ね、あちょっと寒くなってきた。風邪ひくわな、ほんまに。もう風邪ひきかけてもっぺん入るわ。すぐちょっと一人にしないでよ。ああ、よかった。何言ってんの。ああ、ケツ出しちゃって。昨日のあれ見た？何？琴錦。式。ああ、仕事だったんですよ。え？いや、うち鉄工所やってるからね。今、不景気だからさ。昨日のことにしき。あどういう、うん、どういうて、そりゃすごかったかな、平間か。あれ、やっぱり頑張りよったな、ことにしきは。ガーッとこうやって、こうガーッと行くとこなんか、すごかったであろ、鷹の波に。やっぱりそういうの見ると感動しますよね。あ感動する。でも、あの若菜花と鷹の花、どうなってるんですかね。えあの二人は。あおばちゃん、もらうわ。な、よさ、なんか、あの、いや、あの、さあさん、なんか飲めへんか。じゃあ、コーヒー牛乳。やりますか。あ、コーヒー牛乳。風邪ひくようだけど。え？なんか来たら、タオルかな。いや、もう大丈夫。今入ったからな。そう？ああ。なんだ、俺もコーヒー牛乳飲むかな。おばちゃん、二つな、コーヒー牛乳。でもおもろいな。何が？野球は。あ、野球ね。うん。会社うまいこと言ってんの？あんまり良くないね、バブルでね5億借りちゃったから今借金が5億残っちゃっても。転校生で。そう、まあね、なんとかね、まあ仕事で一発当てりゃね。いや一発当てりゃって何か違う。新しい製品でさ、どんなもんを考えた市場にね、どんなもん考えたの。やっぱりこう、これから宇宙でしょうね。宇宙、宇宙に関するものを作ってね、一発当てようかなと思ってる。鉄工所で。鉄工所で。だから今ほら何十億とかけてあの NASA から飛ぶでしょ。 あれはだからピストルみたいにターンって打ったらいけるようなね、そういう方式のものをねちょっと考えてやろうかなと思ってるんだよね。そうすればほらパテント取ってね、うん、いいとこ行くんじゃないかなと思う。やばい、パテントだね。パテント持たなきゃダメだね。もしくは作詞作曲ね。今はすごいもんね。うん、あそこに入るらしいね、タイガースに。誰？木田。オリックスの木田。おお、あれ入るらしいよ。そう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 、うん、2年契約で。いけんのかいな、木田。あれもよく知ってるんだけどね、気が弱い。ちょっと、いえいえ、ほんとほんとほんと。ちょっと、沢さん、あんた大丈夫か。大丈夫大丈夫。いやいや、あれもよく知ってるで。オリックスの木田やで。木田が前に巨人にいた時に、うん、私があのゴルフの練習場で、うん、いつも隣で打ってた。いやちょっとちょっと、え、なんでおかしくないでしょ。いや、おかしくないで、うん、あんたがどこにおったって
ゴルフの練習場何、うん、似てた時にオリックスの木田よ、もともと巨人に似てた木田が、うん、もうほら近所だからね、あ近所っていうか、兄貴の近所でよく話聞いたんですよ、作曲は作曲これからやっていくの、他にどんなことを考えるの、鉄工所でしょ、鉄工所でね、そんな夢みたいなことばっかり言うてるから兄さん怒らはんねやがな、あいつはもういつも夢みたいなことばっかり言うてるって近所でお兄さんとあんまり喋ったことないけどもしっかりしなあかん言うて言うてあったがな、あ野球ばっかりして夢みたいなことばっかり言うて言うて、え鉄工所もちゃんとやらなあかん言うて言うてあったで、うん、でもまあ兄貴はね一つ一つあるよ、まあ人間はええね、うん、人間は好きや俺、うん、昨日の星は綺麗だったね、流星群綺麗だったな、見たすごいな、あれ速度どのぐらいだと思う、速度え速度知らん、いや調べたんだけどね、あのマッハマッハ1っていうのは秒速340m だそうですよ、1秒間に 340m 行くんだそうですよ、うん、だから今ファントムがマッハ3だってから、うん、約ね1キロぐらい行っちゃうんですよ、ビューンでね、それで地球はですねマッハ74で回ってそうですよ、うん、中心点が、うん、赤道のあたり、うん、74で回ってよく通れないね、そしたらあの空気と一緒に回ってるから通れないんだそうだね、だ日本は多分マッハ720ぐらいかね、北極と南極はゼロらしいね、だから流星はあれ多分マッハいくつで回ってんのか走ったのかね、あれお兄さん言うたはったで、鉄工所もつがはんとあんなことばっかり言うてる言うて、えせやからその沢さんの弟に今度社長つがす言うて言うたはったかな、まあ弟もいまいちだね、うん、流星を 見たけどよかった、綺麗だったね、ピッピッピ2つ見たな、僕は10個見たかな、10個見た、うん、どんなことを願うたの、いやあれは願っちゃいけないんですよ、心から綺麗だなっていう心で見るっていうことが大事なの、ああそうそうそう、で3時頃にねいいのが出るって言ったらね時間が1時間ずれたのね、4時だ、煙吹いてたでしょ、煙が見えたってから見たんでしょ、いや俺は寝ちゃったんだね3時半頃、お父さん言うたはったん、あいつだけ心配やいて死んでんかっておっちゃんとよう思われたけど、あいつだけはうちで心配や、3人兄弟おって、あいつだけは心配や、お前のグアムレポ楽しかった OK です、現実と芝居が一緒なんだよ、この人ちょいちょい芸能界がとか、えちゃんと分かってきてまうのかな、現実と芝居が俺はねえとか言って、鶴瓶ってあんた来たや言ったから、またちょいちょい現実と自信ある言うてた、俺はリハーサル嫌いや言うて、自信ある言うて、えそれでは改めて紹介します、もう僕はもう長いことねお付き合いしていただいてるんですけど、だんだん変わってきます、不思議な人間になってきます、黒沢俊夫さんでございます、うん、もっぺん言うときますが、だから芝居でしょ、その前室で言わはりましたやんか、ね、芝居というのは全てがほら人生芝居じゃないですか、なるほどなるほど、うん、芝居してしだからここは芸能人黒沢俊夫ということじゃなく、あそれはそれは出ちゃったね、それちょっと出ちゃったね、いやいや出たらあかんがな、何を言ってんの、それが一番大事なもんやん、出ちゃったって、うん、えいや分かってまんの、それちょっと行きますってよく分かんないねちょっと待ってよ、大変説明したんかい塚さん、それでは早速行きたいと思います、スタートです、このいいやんこれ、いい雰囲気やったら、俺が4回から投げさせてくれたらよかったのにな、待ってくれた負けたやん、いつも言うてんねやな、よっさんに、でもね、やっぱりうちのブラックサーズもよく検討したと思いますよ、7対6で負けたんだっけ、うちがね、はい、ちょっとストップ、もっぺん戻してください、俺が負けた言うてんねん、これなんか言ってたよね、あ、なんか言ってた、いや、なんだか言ってたって、はい、もっぺん戻して、ここをね、うん、あ、それじゃあ自分とこが勝ったように芝居をしていこうとしたいと、ちょっといきますよ、うん、はい、どうぞ、俺が4回から投げさせてくれたらよかったのにな、あ、うん、ってくれた負けたやん、はい、ストップ、いつも言うてんねやな、はい、うん、
負けた言って負けたって言ったよね。それはなんで聞いてる。いや一瞬聞こえたんだけど、喋、うん、らないとまずいと、空白ができちゃまずい。うん、それで思わずそう言っちゃったのね。あ、まあ、それはもうまだこれはしゃあないね、うん、取りますあいつ、うん、大した問題じゃないでしょ、ね、大した問題やからそれが大した問題や。それがもうこの番組が全てダメになった原因ですわ。ダメになった、ダメになったやん。それでいきます。ちょっと待ってな。いや、もういや本当です。僕テニスはあれですよ、芸能界でもやっぱり芸能界かこれ、これこれもうね、もう無病やもう入っとんねん芸能界で鉄工所のおっちゃんや。それで行く言うたんでしょ。なんで芸能界。いや過去芸能界やってたんですよこの人ね。そんな知ってないわ。いや過去に20代の時に芸能界にいたんですよ。それでどうぞどんどん言うていくで。あ、おばちゃんもらうわ。俺が一緒に芝居いいね、こういうとこね。そうそう、なんかごめんやな、これちょっと反省してくれやな。いやいや、いいな、うまいことやるなと思いました。うん、風邪ひくようだけど、え、なんか来たらタオルが。いやもう大丈夫、今入ったからな。そう、ああ、なんだ心配してやな。俺もそんなこと心配してんのに、芝居してほしいね。こういう牛乳全然そんな心配してもらいたないわけや。おばちゃんと芝居してんねんからね、僕は。でもおもろいな。何が野球は。あ、野球ね、うん、もう野球のことはすっかり忘れてた。この何が、僕がっかりしたわもう野球のことはすっかりないんですよ。もう普段の鶴瓶ちゃんとの二人になっちゃったから。もうそうでしょうね、うんうん、野球のことはすっかり。何が、俺何がって、もうがっかりしたわこれ時は。いやいや、それはそれでいいんじゃないかね。いやいや、まあいいんですけど、いいんじゃないかねって。あんたが決めないな。司会は俺や。司会は俺や。この番組はどうして作っていこうか言うて一緒に、それはそれでいいんじゃないかね。そんな発言されるとは思ってないわ。どうぞ。ハズレ会社うまいこと言ってんの。あんまり良くないね。あ、これバブルでね、5億借りちゃったから今借金が5億残っちゃっても。ちょっと待って、どんな鉄工所で、ね、町の小さな鉄工所でしょ、5億借りまんの。これ自分のことが出ちゃったんだね。ちょいちょい自分のことつながってはまだ忘れ、自分のことは5億借りてたよ。まあよろしい、それはもうそんなこと事情聞いてどうぞ。まあね、なんとかね、まあ仕事で一発当てりゃね。じゃあ一発当てりゃって、新しい製品でさ、どんなもんを考えた、市場にね、どんなもんを考えたの、ね、やっぱりこう、これからは宇宙でしょうね。ちょっと待って、鉄工所や。いや、だから鉄工所だから宇宙。鉄工所で宇宙。そうよ、だから鉄のパイプ作ってさ。なるほど。NASA が割とそんなとこ、普通の町工場の鉄工所に NASA からの注文を待ってるわけですか。 NASA の相手にしないわけ、もっと精密なやつを作るわけですよ。へえ、あらゆること考えてんね。はい、どうぞ。作曲は、作曲これからやっていくの、他にどんなことを考えんの。鉄工所でしょ。鉄工所でね、そんな夢みたいなことばっかり言ってるから兄さん。そう、これ戻したんですよ。これ兄さん、夢みたいなばっかり思ってる男に しようと、そういうよう言うじゃない。あの、浮世離れした人で、別にそのあの、なんていうの、そのまあほら吹くつもりもないねんけども、うん、なんかそんな いい人間やけど、うん、そのなんていうか、いろんなこと言うて、うん、だから大丈夫かなって。家は大きいから、うん、そのなんていうの、ボンボンでと、そういう人間にしようと、うん、仕立て上げようと芝居したんです、うんうん、あ、そう、分かんなかった。分かんなかったの、うん、分かんなかったの、分かんなかった。どうぞ。しっかりしなあかん言うて言うたったがな、うん、野球ばっかりして夢みたいなことばっかり言うて、そういう男に仕立て上げようとしたんで、教授もちゃんとやらなあかん言うて言うたったで、うん、でもまあ兄貴はね、一つ一つあるよ。まあ人間はええね、うん、人間は好きや俺、うん、分かってきたでしょ、だんだんそういう芝居。はあ、昨日のおしゃきれいだったね。この辺よかったよ、流星群。綺麗だった。これはなんでこんなこと言うたんだか、うん、話がだんだん詰まってきたから、違う方に行かないと視聴者が飽きるかなと思ってそんな気使う人やったら芝居しなあれそんな気使うてる人やったら芝居してよ。えっ、しげさんがとか。それでは行きますよ。だから今ファントムがマッハ3だってから、うん、約ね1キロぐらい行っちゃうんですよ、ビューンでね。それで地球はですね
ちゃってまマッハ74で回ってそう、感心してみて、ね、中心点が、うん、赤道のあたり、うん、74で回ってよーく通れないねそしたらあの空気と一緒に回ってるから通れないんだそうだね、諦めてんねん。日本は多分マッハ720ぐらいかね、北極と南極はゼロらしいね。だから流星はあれ多分マッハいくつで回ってんのか走ったのかね。お兄さん言うたあったで、鉄鋼所持がんとあんなことばっかり言うてるって、頭のおかしいとなってる、これもう完全に頭のおかしいとなってるどっちからに行け、地球役倒れないね僕は10個見たかな10個見た、うん、どんなことを願ったの。いや、あれは願っちゃいけないんですよ。心から綺麗だなっていう心で見るっていうことが大事ああ、そうそうそう。で、3時頃にね、いいのが出るって言ったらね、時間が1時間ずれたのね、4時だ、煙吹いてたじゃん、煙が見えたって見たんでしょ。いや、俺は寝ちゃったんだね、うちの子供お父さん言った子供が見たらしい、あいつだけ心配やで死んでんかっておっちゃんとよう思われたけど、あいつだけはうちで心配や、三人兄弟おって、あいつだけは心配やだった前のグアム旅行楽しかったね、だから次行かないと楽しくないと思っていや、うん、でもよくまとまったんじゃないですか、うん、おい自信ある。いや、こういうのもあっていいと思いますよ。おー、うん、ストーリーが先に見えちゃうとお客さんでチャンネルひねっちゃうから、これ見えないから参った、うん、だからやっぱりこれ鶴瓶さんだからうまくこういったんだと思う、うん、非常にうまくいったと思う。え、これは最高の出来、出来だと思いますね。要するに視聴者の期待を裏切るっていうの、どうなってんだろうどうなってんだろう、そのまま見ちゃうっていうのあ、なるほど。でもこれはカットしないで2週分か3週分やったからはあ、一番最初に映画やったようなだ、一番最初に出たのは何でんの。一番最初もうとにかくちょい役ね、ちょい役で、おかえりなさい、それはエリチエミさんの弟役、三人娘、美空ひばり、雪村泉、エリチミさんの東宝映画で、僕がおかえりなさい一言ですよ。で、自分が主役もらったのは、主役はね、加山雄三さんと高峰秀子さんだったんだけど、加山雄三さんがその役に合わないと。で、僕当時柄悪かったんですよ、東宝でもね、あそこは品のいい人ばっかりでしょ、もともとは品があるんだけど品が悪かったんですよ。で、そこでチンピラヤクザにはこいつがぴったりだっつんで、成瀬美京さんという大監督が僕を抜擢してくれたの。黒澤明さんもすごいんだから、成瀬美京さんっていうのは、木下圭介さん、小津安二郎さん、成瀬美京さんって。ただ本当に黒澤明さんの作品は出たかったね。出たかった、やっぱり。やっぱ出たかったですよ、そりゃ、ね、僕みたいなタイプ好きらしいから、直情型が、あ、それ三船さんなんていうのはすごい、もう本当にいくらしい、僕ここにほら5針塗ってるでしょ、これ三船さんにやられたの。ボーンっていったらビャーッ血出た。井伊直輔のほら、はいはい、こう江戸城のとこで、はいはい、でっかい大名の大きな二つで殺すのに三浦さんが侍で僕は一緒に行ってるわけだよ。でその時に僕はその前に桜田門外の変っていうあれですよね。そこで俺が倒れたわけだ。三浦さんも俺がいるのをすっかり忘れてるから、その大きな扉をブラキャーってブラキャーって血うわーって我慢したって、うわー、お三浦さんが血吹いてんだっつって我慢した、我慢した。だけど三船さんってのはいい人だよ、鶴瓶ちゃん。俺を忘れもしない。俺がまだ売れない頃でね、当時のギャラが3万円、うん、給料8000円、うん、そしたら三船さんが僕のうちに3回来たのよ。 MG に乗って、果物持って、うん、大丈夫ですか、そのために3万円置いとくわけさ、9万円もらった、嬉しかっただから、あんな律儀な人いない、あの人は誤解されやすい。だけど世渡り下手、つまんない女に引っかかった お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。今日は成功ですか。とてもよくできたね。こういうのもあってもいいんじゃないかということですね。
でも話はすごかったね。今日はよかったよ。